昨日に奏でる明日の歌だって、これなんかあったよね、フリーダムダイブの盗作みたいな。てか背景やばくない？これ大丈夫なの？これちょっと見えるかな？そう、喧嘩売ってるみたいな感じの背景だけど、ちょっとこれなんかこれ一時期あれになってて話題になってたよね。なんかフリーダムダイブに普通に曲が似てるみたいな感じで、なんかアイドルかなんかの歌らしいんだけど、これなんか話題になってたよね。それ時ね、なんか一時期ねネタにしようと思ってたんだけど、動画の普通になんかあれだったね、なんかマジで炎上してそうというか、なんかこれガチのやつじゃない？そういう系の話題結構触れたいんだけど、あとね、なんかその時あれだったんだよね。初めてゲームプログラミングの方がいいかなと思ってて、その時出す動画が。って思ってたね。ちょうど2、3ヶ月ぐらい前じゃない？この曲が出てきたの。で、なんか作曲者本人も、この曲を作ったこの明日に奏でる明日の音みたいな曲を作った人自体も、なんか、フリーダムダイブに似てるみたいなことをなんか認めてるみたいな、盗作っぽいこと認めてるみたいな。なんかそんな感じでなんか炎上してたよね。それなんか認めちゃダメじゃないみたいな、なんかそれ思っちゃうんだけど、ダメなのかな？なんで認めちゃったんだろうって、なんかすごい思うんだけど。認めなきゃいいじゃんね。なんか、ねえ、なんか認めちゃったらダメじゃない？これなんか車とかでもさ、事故したらさ、知ってる？みんなさ、人がいいからさ、騙されちゃうかもしんないけどさ、あれだよ、車でもしぶつけて事故った時、絶対に悪いって認めちゃダメだからね、みんな。どんだけ自分が悪くても、本当にね、これガチね。すごいお金払わされちゃうかもしんないからね。そうだからね、本当に認めちゃってるのがダメだなって。あ、ルン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 。お、これ完全にフリーダムダイブじゃん。え、ねえ、だよね。てててん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 。あれ、これフリーダムダイブだよね。すごい似てるじゃん。思ってた以上に。すごいな。でも俺結構好きだけどね、こういう系の。なんか、どっかで聞いたことあるメロディー。え、でもさ、フリーダムダイブ自体なんかさ、クラシックのアレンジみたいな感じじゃなかったっけ？あ、終わっちゃった。え、なんかそんな感じの設定なかったっけ？設定っていうか、そういう感じのあれじゃなかったっけ？違ったっけ？違ったらごめん。これ曲まだ続くんだけど、これ聞いた方がいい？いや、別に。プーパ、ピューパかな、ピューパ。これなんか続編あるんでしょ？ピューパってサナギって意味じゃん。なんか進化した。なんだっけ？サナギの月ってなんだっけ？ちょ、生物詳しい人。これ一般常識かな？生物詳しくなくても知ってるかな？え、サナギの次ってなんだっけ？なぎさみたいなさ、なんかそんな感じの、あれなんだっけ？なんて言うんだっけ？ちょ、サナギの次は、あ、違う。これがサナギなのか？違う、忘れた。ピューパって幼虫みたいな意味じゃん。え、なんだっけ？サナギ。みたいななんか感じで、なんかそういう曲名がついた、なんか、ラーバだっけ？ラーバ。ラーバっていう曲あるんでしょ？確か。ガリガリサムシの感じの曲で。なんかそういうの聞いたけど、これすごい認識、これあれじゃん、プロジェクト世界のやり方じゃ、この認識なの、感じは。あ、それがなんか、プロジェクト世界、なんか見てたんだけど、なんかあれだね、大会すげえ盛り上がっててびっくりした。なんか、思ってた100倍ぐらい盛り上がってて、なんかびっくりした。なんか賞金とか出るんでしょ？しかも、100万円ぐらい。え、すごくない？俺もなんか出たかったんだけど、出る方法とかわかんなかったんだけど。まあ出たところで優勝できないだろうけど。まあでもあれかな、出場者全員のさ、指の骨を一本ずつポキポキポキってさ、ちょっとずつひん曲げてったらワンチャン優勝できるよね。出場者全員とさ、絶対さ、リハーサルの時間とかあると思うんだよ、大会の前に。ちょっとずつトイレかなんかに呼び出して、ちょっとずつ指ポキポキポキって折ってたら多分俺優勝できると思うんだよ、多分ね。それで100万円ワンチャンゲットできるよね。いいな、それやろうかな、今度。それよくない？いや、やろうかなって言うと、なんかそれもう予告、爆破予告のあれみたいな感じで捕まっちゃうから、ちょっと言わ、やらないけど、やらないよ。そんなことやんないけど。てか予選すら飛んだそう、俺。なんかプロジェクト世界なんかそういうの多いよね。なんか羨ましいわ。そういうなんか、なんつったらいいんだろう。ちょ、行動力というか。やっぱセガだね。さすがセガって感じするよね。これすごい認識なんか、めちゃくちゃこれなんかプロジェクト世界の譜面にありそうで、あ、なんかそういえばプロジェクト世界なんか見てたんだけど、コスモ暴走 P。で、なんか新曲で最高難易度来るみたいな。で、俺それ予言してたよね、なんか。なんかの動画で。なんかのプロセッカーかなんかの動画で。なんか言ってなかったっけ、俺。言ってたよね。俺もなんかの大会出たいな。何の大会出れる？アーキアとかやってくれなさそうじゃない？やったとしてもなんか、ロンドンとかでやられそう。行きたくないし、俺ロンドンまでわざわざ。てか行きたくないっていうか、俺行くお金がないからな。え、どうしよう。なんか大会やってくんないかな。なんかさ、非公式とかはワンチャンあるんだけど、俺非公式とかあんま出たくないんでね。なんかやってる人多分いるよね。アーキアとかでも何でも。非公式の大会みたいな。どういう感じでやるのか知らないけどさ。なんか絶対いると思うんだよね。非公式大会やってる人。
で、そういうのにはなんかあんまり出たくないみたいな。で、俺が逆に主催側に回ってもいいんだけど、なんか嫌なんだよね。すごいなんかめんどくさいことあんま好きじゃないから。そう、なんか自分でそういうのやる系の人じゃないと思うから、多分。で、なんかしかも参加者6人とか、なんか そんな感じのオチとかやったらなんか嫌やしな。賞金めっちゃ用意してんのに、参加者6人とか、なんかそういう嫌やしな。なんかこれクソむずくない？これなんか指押しが。いいね、このグッドシリーズマジでノリが良くて好きだ。俺ね、なんかそういえばね、譜面作ってんだよ、最近。マロディで。なんか AK プラス9の曲で作ってるせいで、AK プラス9なんか音がさ、なんかこうやってグッテクみたいにさ、しっかりしてないじゃん。グッテクじゃない、グッドレジンみたいにしっかりしてないじゃん。そう、だからさ、なんかすごいね、作りにくいね。だからやめようかなって、今、断念しようとしてる。てか、断念してるわ。もうなんなら、先週ぐらいから作り始めて、最初の3日ぐらいはね、頑張って作ってたんだけど、もう最近もう全く作ってないね。まあ、そんなもんよ。人生なんて。これ、どういう感じ？そういえばなんかフィグロスなんかアップデート来るって言ってさ、これフィグロスあるよね、この曲。なんかアップデート来るって言って、なんか結局、あれ9月1日かなんかのアップデートに予定じゃなかったっけ？もう、次変わるけど大丈夫？ものすごくないあれ。嘘ってことになっちゃうよね、結局。大丈夫なのかな？なんか、でもあれなんでしょう、運営する側の人間がなんかやばいみたいな。なんか知らないけど、なんか病気かなんか知らないけど、なんか入院してるみたいな、なんかそういう話聞いたわ。なんかそういうのあるよね、確か。知らない、なんかツイッターとかでなんか見た感じとか、なんか教えてくれた人いて、DM かなんかで。そうなんだって思って。で、ちなみにこの曲超好き。なんだっけ、アンセム。ウルトラソニックアンセムみたいなやつでしょ、これ。これいいよね、トパゾライトのやつ。俺もなんかさ、お金貯まってるしさ、あれしたいね。普通になんか、ガイさんみたいなポジションでさ、なんかゲーム全然作れると思うんだけど、だからプログラムする人とかお金で雇えばいいだけの話じゃないの？そんなことない？で、なんかだから俺が権力握ってるから、何、俺が指示する側の人間だから、そのプログラマーには依頼した分のお金しか渡さずに、儲けたお金はだから全部俺がもらうみたいな。まあ依頼するお金結構金かかりそうだけど、これ地味になんかいい譜面臭いな。そういえばなんかマロディでなんか結構譜面を送ってくれる人結構いるんだけど、メールとか DM でなんかあれね、いいんだけど、すごいね、やりやすいっていうかね、ありがたいんだよ。なんかネタ提供みたいな感じで。そうなんだけど、あのね、あんまり知ってる曲ないし、知ってる曲がないっていうのが結構残念かな。残念っていうか、まあなんかあれだよね、マロディって別にさ、オリジナル曲やりたいわけじゃなくて、なんかその知ってる曲とかのなんか譜面できたら楽しいよねみたいな。例えばこういうウルトラソニックアンセム、これなんだっけ、ウルトラソニックアンセムかどうか忘れてたけど、このトパズライトの曲とかさ、譜面ないじゃないですか、この曲って。でも音楽ゲーム向きじゃないですか、トパズライトっていうのもあって。だからこういう曲でマロディをやるからこそ楽しいみたいな。だからこそなんか知らない曲出てくるとちょっとなんかやりづらいよねみたいな。ちなみに今日めちゃくちゃ俺あれだね、ネタなくて3時間ぐらい多分ネタ考えてた。なんか動画とか見ながら頭の片隅にどうしようかなって今日のネタですごい考えてて、でその結果がついにあの曲について触れるみたいな、その昨日に奏でる今日の音みたいな、あれについて触れるみたいな。やっとね、その企画をやる日が来たわ。実はあの曲ね、もう本当にね、俺多分めちゃくちゃ知るの早かったな、あの曲。なんかすぐ動画出してたら結構ねえ、なんかいい再生回数いったんじゃないかなと思ったんだけど、ちょっと時期が時期だったね、あの曲が出るのは。俺のテルフクがちょっといい時期やったからちょっとダメやったね、あの曲は。てか普通にあれだ、なんかあれじゃない、なんか D モの VK さんもそうだけど、盗作ってなんかちょっとあれじゃない、なんかガチで触れづらいというか、俺擁護できんやん。俺結構さ、そういう太鼓打陣やってるやつの大パンとか大蹴りとかマイマイやってるやつのセンサー隠して駅通るやつあるじゃん。まあ、あれとか結構用語側の人間なので、どちらかといったらまあ別にいいじゃんみたいな、俺らがなんか言うことでもないでしょみたいな思っちゃうんだけど、これ盗作だけはちょっとね、なんつったらいいんだろう、ちょっとダメだと思っちゃうから本当に。まあ別にいいのかな、だから言わなければいいんじゃないかなって思っちゃうんだけど、違うのかな。例えばさ、俺が誰かの実況スタイルパクってるよねみたいな、まあ別にそれはいいのか。どうしよう、何がいいんだろう。イラストとかもなんかパクらないソードありそうじゃない、私の絵柄パクってますよねみたいな。なんかそれはね、インスパイア
ていう、いやでもなんか言わない方がいいよねやっぱり、なんかそういうのって。俺もなんか誰かの実況参考にしてるとか特にないけど、参考にしてたとしたら多分言わないもん。プライドもあるし、なんかその自分本人のなんかそれ言っちゃうのがダメだなって思っちゃった。その昨日に奏でる今日の歌の人、あとなんかアイドルかわいそうだよ、なんかその作曲した人のあれでなんかアイドルの株価下がっちゃう人で、全然知らない感じであれだったんだけど、アイドルの感じだったんだけど、もうマジで聞いたことも見たこともないみたいな、そんな感じだったんだけど、なんかもう印象がもう変わっちゃうよね。あ、もうパクリの盗作の人だみたいな、そんな感じになっちゃうよね。なんかあれ待ってね、あいみょんの曲とメダロットの BGM めちゃくちゃ似てるみたいな、なんかそういう動画見た昔、ニコニコ動画かなんかで、なんか調べたら多分出てくるんじゃない、あいみょんメダロットで多分調べたらすごい出てくると思う。なんかね、どうなんだろう、なんか盗作って言わなければいいんじゃないかなって思っちゃうんだけどね。そこのあれじゃない、違いじゃない、認めちゃうか認めないかの違いだと思うんだけどね。これかっこいいよこの曲、デストロイヤー懐かしい。これめちゃくちゃいい譜面だから見てほしいんだけど、これあれだよね、チューニズムにも普通にこの譜面あるよね確か。これあれかな、チューニズムのさ、ちょっと待って、今パクリって言葉したけど、あーでも再現とかなのかな、違うよね、なんか普通にこれヒロヒロのマジで普通にセンスいい譜面ってことだよねこれ。わかんない、俺チューニズムのさ本家っていうか、あの譜面見たことないからさわかんないんだけど、これさ、こうやっていい譜面だよって言ってさ紹介しないのはどうなのって思うんだけど、これさ、なんか紹介っていうかさ、あの URL、 これマロディでダウンロードリンク必ず存在するんだけど譜面とかに、でそれ貼らないのどうなのってちょっと思っちゃった時もあるんだけど、別に貼らなくていいよね、めんどくさいし、まあなんか自分で探してほしい、やる人は多分すぐ出てくると思う、探せば。まあ探すのも音ゲーの一つやからね。うん、ちょっと何言ってるか分かんないと思ってるし、いいでしょ、 あれだから、あの帰るまでが遠足って言葉よくあるじゃん。であれも別に帰ってる途中って遠足かって言われたらどう、遠足って感じする、しないよね。それと一緒よ、探してる時って音ゲーって感じする、リズム乗ってるって感じします、しないよね。そういうことないよ、だからそれが分かんないって人もしいたら、もうちょっとね、人としてのセンスがやっぱり欠けてるかな、うん、人間としての誇りを、もうなんか忘れてるよね。何を、ね、本当に分かんない。これ、ここ、下じゃない？若干色が薄れていく感じで、これいいよね。ここのギミック。ほら、こういうのをさ、やるとさ、毎回譜面作りたくなっちゃうけど、これを見ると逆に譜面作る気がするんだよね。なんかその、なんだろう、やりたいなって気持ちが芽生ると同時に、いや、これはできないでしょ、みたいな。このクオリティは無理でしょ、みたいな。これをさ、だってさ、見ながら真似しろでも俺難しいと思うもん。これ同じ譜面を見ながら真似しなさいとかでむずいと思うもん。ギミックとかが。まあいいや、俺なんか譜面作る側向いてない気がするからやめとこう。なんかそういうのじゃないわ、俺は。もうただやるだけでいいんだ。俺はあれだぞ。ヒメプしたいん、ヒメプ。なあ、お前らが譜面を作るやん。そしたら俺がやるやん。俺ヒメプしたいだけやから。何に対しても。マインクラフトでも、何のゲームでもそう。ヒメプしたいだけ。俺が指示して、ね、これいいでしょ、ここの譜面とか。俺はヒメプがしたいだけ。いいよな、ヒメプ。雑談も言っちゃえばヒメプみたいなもんよ、あんな。一体いい、みんな。あんなヒメプじゃない雑談し、なんかそろそろ雑談ししたいんだけど、やっぱ休日にしたくない、次の日が休日って時にしたくない、金曜日とか土曜日とか、祝日前とか。みんな、残念だったね。もう今年っていうかもう祝日ないんだって、3連休。残念だね。俺は毎日祝日だけどね。あー、どうしよう。あとでまたゴロゴロすっかな、今日も。うん。今日はあれかな、ドラゴンボールのフリーザ編でも見るか、アニメ。なあ、夜中まで。そうしようっと。あー、ゴロゴロすんの忙しい。あー、忙しい。みんな学校とか仕事、あー、そうなんや。俺も忙しいもん、ゴロゴロすんの。悪い、俺普通に忙しいからさ、ごめん。俺ゴロゴロすんのでクソ忙しいからごめん。悪い。バイバイ。あー、寝たかね、男児に動画の。